前回の動画でこの魚がなんだかよくわからないってことでチャンネルの視聴者の皆さんにこれ何ですかってお聞きしたんですけど、多数の回答をいただきましてですね、まあ正解は一つってことで全部同じ回答だったわけなんですけど、浮き彫りということで確認できたわけなんであります。まあ本当にいつもコメントをいただきましてありがとうございます。まあいつも皆さんにいろいろなことを教えていただいてですね、知識的にも成長させていただいてるっていうか育てていただいてますからね。なんとなく馬娘みたいですけどね。まあそんなわけで浮いてるゴリってことで浮き彫り、まあその通りで水槽の中でも浮いてるわけなんであります。さあ前回の動画は東京ガサガサってことで帰国中のガサガサ1回目2回目を編集した動画だったんですけど、その後も何回かガサガサに行きましたからね、その様子をご覧いただくわけなんですけど、まずはですね、前回の東京ガサガサと同じところにもう1回行きましたからね、また同じような魚が当然撮れるわけなんですけど、水中撮影っていうのが面白くなってしまってですね、まあカメラだけ水の中に入れるんですけど、こう水の中に入れると何か映るわけなんであります。石の下に隠れてるやつがいます。逃げちゃいましたね。いっぱいいるよ魚が。今日も綺麗だね。石をひっくり返して川下から網を入れます。入った入った入った。金髪ボロゲ、デブチョロ。本当だ。捕まえたところはいいんだけどさ、これ逃がさなきゃね。お腹いっぱいだねこれ。ね、これどう考えても沼秩父ボンゲですね。ボンゲの仲間っていうかボンゲそのものだな。こっちよこっちよ。よく鳴くとね、うん、はい、リリースします。はい、さっきのはただ手に乗せていただけなんですけど、この魚は小僧の言う通り懐くというか警戒心があまりないんですかね。ご覧の通りなんですけど、ちょっと仲良しですね。まあとにかくですね、沼秩父っていう魚は餌を何でもよく食べるってことなんで、人慣れするとかそういったことの前に指でも何でも食えるもの優先っていう感じかもしれません。まあそんな感じでも嫌われるよりはいいですからね。あ、入った入った。何？これボンゲさん。逃がしボンゲする？逃がしボンゲ。見て、逃がしボンゲ。はい。逃げないボンゲ。あ、逃げたボンゲ。じゃあ戻るか。うん。まあそんな感じでたくさんいる沼秩父をですね、捕まえたり逃がしたり、青空も広がっていてとっても楽しかったんですけど、もう捕まえるのはいいからお水の中をもうちょっと見てみたいってことで、これ自分が水中に入ってるわけじゃないですからね、自撮り棒につけたカメラを水中に入れて魚のいそうなところをうろうろするわけなんですけど、撮影中は何が映ってるかわからないわけなんであります。水中からの青空っていうのはいいですね。ここはかなり浅いんで水上から魚を確認しながら撮影しています。まあとにかくかなりの数の魚がいるので、こんな感じで撮影できるっていうか映るんですけど、海から一斉に遡上してきてるんですかね。まあ大変ご苦労な話だと思いますけど、大雨で川が増水して流されてしまって遡上やり直しなんてこともあるんですかね。まあ状況としては YouTube 用の動画を半分ぐらい作ったけど、保存する前にプログラムが強制終了されてしまった、まあそれぐらいのダメージですかね。まあそんなわけなんですけど、これ透明度が高いからこういう撮影ができるんですよね。こんなことをですね東京でできるっていうのが素晴らしいわけなんですけど、やはり川底っていうのはこんな感じになってしまうんですかね。まあ上流からもそうですけど、いろんなものが流れ込みますからね。さあそんなわけでガサガサの後は水中撮影、その水中撮影ももういいかなって感じですけど、今映ってるのは浮き彫りですかね。合ってますかね。あそこだよ。小僧が覗き眼鏡で何か見つけたようです。こうしてみるとさっきのも含めて浮き彫りですかね。浮いてないですけどね。まあそんなわけで小僧も活躍できてよかったなって感じですけど、取れたね。すごい太ってんね。何食ってんだろうね。オタマジャクシみたいになってる。デブボンゲ。だったらオタマジャクシとか食べてるんじゃない。オタマジャクシここにいる？いない。うわーいっぱい。これほけた人がいる。何？逃がすよ。逃がしボンゲ。はい、まあ一通りガサガサはやりましたってことで、前回と同じパターンですけど、小僧には釣りで活躍していただこうと。ちょっと一回場所変えた方がいい。もうね、魚がねびっくりしちゃってるからね。おお、やった。おめでとうございます。キャッチして自分の左手で。
糸をキャッチ、糸を。ああ、できたできた。すごいじゃん、大きいボンゲ。うん、でかボンゲ。うわあ、一人で釣ったね。うん、じゃあ、始まる。おお、チビチビチビマン。すごーい。はい、こっちおいで。そうそうそう。はい、チビチビマン。ゲット。はい。うわうわうわ、すげえ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 いっぱいな。ほら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 。いっぱいいる。こんなものは絶対捕まえられないけどね。絶対捕まえられない。まあ偶然なら捕まえられるけど。どうでもいいから早く捕まえて。うん？前回この魚はウグイではなくカワムツですよっていうコメントを複数もらったんですけど、ずいぶん前の動画でも同じご指摘をいただいていたわけなんであります。小僧が釣りでゲットした沼秩父、これを1匹ずつリリースしたいということなんであります。まあ触ってみたいんでしょうけど、感覚的にもいろんな気づきや発見があったりしていいんじゃないですかね。まさに夏休みの野外学習みたいなことをやってますけど、まあ小僧に全部やらせるんではなくて、本当はお父さんが全部やりたいわけなんであります。あれ、何か飛んだ。ナマズ飛んだ。ああ、持って帰りたかったナマズが飛び出して逃げてしまいました。しょうがないね。まあ最後はちょっと残念だったんですけど、まあそれも良い経験だったんじゃないでしょうか。逃がした魚は泳いでる。というわけで次参りましょうってことなんですけど、長瀞ライン下りというものがあるんですけど、ちょっと遠出して行ってまいりました。電車が来てますけど、その反対側には珍しい乗り物が止まっていたわけなんですけど、小僧のリアクションやコメントはありませんでした。全く餃子と唐揚げしか食べないつまんないやつって感じですけど、ライン下りの現場に着いたってことで早速ライン下るわけなんですけど、まあほとんど想像した通りのアトラクションだったわけなんであります。まあそうは言うものの、結構な流れに突入する場面もあったりしてですね、小僧も楽しかったんじゃないかなと思いますけど、こちらもなんか楽しいことをしてやろうと得意の水中撮影をやってみたんですけど、残念な結果ってことで、やっぱりガサガサだよねってことになりまして、このいい感じなロケーションのところでやろうとするんですけど、こういう川岸が岩っていうところは難しいんですよね。先ほどの水中撮影では何も映りませんでしたからね。今回は小さい魚が見えますけど、こういうやつは網で取ろうとすると逃げますからね。小僧が別の視点でエビを見つけたわけなんであります。さあ前回から始まりました視聴者クイズ、この魚は何でしょうの時間がやってまいりました。というわけで司会者が答えを知らない聞くだけのクイズなんであります。陸上をちょこちょこ歩くんで、小僧は歩くエビと分類しています。というわけで和名が正確にわかる親切な方はコメント欄にて回答をいただければ大変ありがたいわけなんであります。というわけでマミーがですね、暑いし腹が減ったってことなんで、ストップガサガサお食事をしましょうってことなんであります。お店の雰囲気からわかりますけど、現金しか使えないっていうことなんであります。マミーが小僧にとろろそばを勧めるも、小僧はこれを拒否。お父さんはそんなの関係ないねってことで、まあこんな感じで注文しましたけど、なかなか家では食べれない組み合わせですからね。というわけで小僧が何を食べたのか覚えていないんですけど、そば屋のシーンいらなかったですね。そんなわけで次参りましょう。こちらは長野県にある小僧のおばあちゃんの実家なんであります。というわけで私のお母さんの実家になるわけなんですけど、じいさんばあさんのお墓参りにレンタカーでやってきたわけなんであります。現在は私のおばさんが住んでるわけなんですけど、とってもいい感じでメダカ飼育をしているわけなんであります。餌をあげると出てくるよってことで、小僧が餌をあげたところ、白いメダカが出てきたわけなんであります。というわけで早速近くの川に小僧を連れて行ったわけなんですけど、ここはかなり上流の方なんですけど、水田が近いってことで川底の状態はそんなにいいとは思えないんですけど、カニさんがいたらいいななんて思っていたわけなんであります。あ、カニカニ入った。うん、早速カニカニ、ほらちっちゃいの、いた、いた、それに入れんじゃないよ。これ何、これ、これ吉野ぼりみたいな感じ。さあもうちょっと探してみよう。まあこんな感じで何やらカニやら入るわけなんですけど、石の裏にくっついてるハゼ科の魚は割と簡単に取れるというか、それしか取れないって話もありますけどね。えっ、あ、入った入った。何なんだこれ、同じやつ。どんこ、どんこ、なんだろう、吉野ぼりみたいなやつ。あー逃げた。いくよ、せーの、ういっ。あ、カニが、カニが入った。カニがちょこまか。
チョコマカガニが入った。カニ、イシ。あ、ここではですね、結局サワガニとこのヨシノボリみたいなやつ、それだけですって感じだったんですけど、さあここでもう一度司会者が答えを知らないクイズ、この魚は何ですかの時間がやってまいりました。自力で頑張って調べたんですけど、川ヨシノボリですかね、東ヨシノボリなのか、あるいは黒田ハゼなのか、何なのか、まあやたらと似たようなもので種類があるみたいなんですけど、今回も正確な和名をご存知な方はぜひコメント欄にてお答えいただければありがたいわけなんであります。今回は回答が分かれそうな気がしますけどね。さあどうなりますでしょうかってことで、近くの別の川に移動するわけなんであります。ここは小僧のおばあちゃんの妹が嫁いでるところの目の前にある川なんですけど、ちょっと情報が多すぎてなんだか分かりませんね。要は親戚の家の前ってことなんであります。ここはですね、先ほどの場所よりもさらに水質がいいわけなんですけど、この川底の石の状態が違いますね。余計なものがついてないって感じですけど、なんとなく期待できそうな気がするわけなんであります。まあ結果が分かっていますんで、相当あざとい前振りってことで期待を煽ってしまうわけなんですけど、なんだこれ、これなんだこれ、同じやつか、これカジカだ。まあそんなわけで、今回の大本命カジカが取れたわけなんですけど、ハゼみたいな格好しますけど、全然ハゼではない魚なんであります。スズキ目、カジカアモク、カジカカカジカ族っていうほとんどドリフの早口言葉みたいですけど、ヨシノボリやウキゴリみたいなハゼとは違うわけなんであります。川底が相当綺麗なところにしかいないってことなんですけど、この川はかなり綺麗ですからね。子供の頃ここでヤマメを釣ったことがあります。まあ今回はカジカがターゲットなので、端から石をひっくり返してますけど、石をひっくり返すと同時に川下から網を入れるわけなんであります。カジカが石の下にいて、なおかつ網のある方向に流されてくれると、カジカを捕まえることができるわけなんであります。まあそんなわけで、同じような動作を何遍も繰り返しているわけなんですけど、まあそんなに簡単に取れるようなものではないようですね。まあとにかくですね、楽しくてしょうがないわけなんですけど、うわー、でっかいの取った。急いで急いで、全く急がなくていいから撮影しなさいって感じですけど、でっか、予想以上に大きなカジカが取れたので、それどころではなかったわけなんであります。これまあとっても立派なカジカですけど、ハゼ科の魚より胸びれが大きくてごついですね。まあカジカのチャームポイントといったようなところですかね。実はこのヒレが美味しかったりしてですね、カジカを炭火で焼いて、それを日本酒の中に入れるとですね、フグヒレ酒みたいな感じになるわけなんですけど、随分前にキャンプ場でやったことがあります。しかし上から見たカジカは可愛くないですね。さあリリースタイムの時間がやってまいりました。じゃあ逃がそうか。オレ取りたい。オレ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 、一緒に、はい、渡して、はい、うん、これこの中に入れるじゃん、ここ駐車はあっちだよ、こうなんか、うん、あー、あー、実はここにはですね、私のいとこの子供がいましてですね、この日はもののけ小僧がもう一人いたわけなんであります。ダブル小僧ってことだったんですけど、ここんちの子ですからね、ほとんどこの川に住んでるみたいな感じってことで、筋金入りのもののけ小僧なわけなんであります。親父の方はテレワークってことで出てこなかったんですけど、メダカを飼育しまくってるような感じなんであります。もうちょっと草をなんとかしろよって感じですけど、こちらは繁殖させているんでしょうか。稚魚がたくさんいます。先ほどの小僧のおばあさんの実家でおばさんが飼っているメダカはここから連れてきたそうです。というわけで、今回は一時帰国中のガサガサの様子をご覧いただいたわけなんですけど、次回からは東南アジア編に戻りますからね。120センチシクリット水槽を立ち上げるってことで頑張っております。皆さんからの投稿コーナー、こんなのいたんですけどの方もお待ちしてますからね。インスタグラムからのご連絡をお待ちしております。